お送りいたしますのは竹内と畑中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。畑中さん、今週はですね、はい、リスナーの皆様に大切なお知らせがあります、うん、お、大切なお知らせということで、うん、一回 BGM を絞りますね。はい、はい、まずこれを聞いていただきたいと思います、うん、はい。ここでそんないプロジェクトからのお知らせです。来る2021年4月19日、そんないプロジェクトのリーダー、竹内さんと畑中さんが、ラジオトークで24時間ライブ配信。YouTuber の瀬戸康史さん、劇団スカッシュの大塚達也さん、元気達也さん、菊井翔子さん、家下隆文さん、かっちゃんさん、トマト屋さん、そんないプロジェクト元メンバーなど、豪華ゲストが多数出演。ラジオトークアプリをダウンロードして、そんなことないっしょをフォローしておいてください。そんないプロジェクトのメンバーたちも応援に駆けつけます。24時間ライブ配信は4月19日午前0時5分頃スタートです。なお、黄色い T シャツ、24時間マラソン、感動的なテーマソングは用意しておりません。ということなんです。おお。あの、多分先週とかもちらちら話はしてたんですけど、はい、もうこれ確定になりました。4月の19日月曜日、はい、月曜日もう平日ですよ、平日。平日、ね、超平日。もう夜中の、うん、もう日が変わって19日になって、うん、多分ちょっと間を空けてから5分、うん、0時5分とか、うんうん、そんな感じからスタートして、うん、24時間、うん、ライブ配信をやります。はい、やります。はい、基本的には僕と畑中さんは24時間出ずっぱり、はい、頑張るぞの予定。はい、で、我々が24時間やるのはちょっと辛いので、そうですね、いろんな人にちょっといろいろ、はい、応援していただきながら24時間走り切ろうかなと、うんうん、そうですね、いうことでございまして、はい、まずは、お願いがございまして、はい、皆様、まあ、これ今ね、これ今さっき の告知を読んでくれたのは、うん、和田さんなんですけど、はい、ね、雑貨店の和田さん、そんないプロジェクトのね、そんない雑貨店をやってる和田さんなんですけど、うん、これの中でも言ってました通り、はい、皆さんの、ね、スマホ、うん、ね、タブレットなどでですね、はい、ラジオトークというアプリをまずダウンロードしておいてください、はい、ダウンロードお願いします、はい、ダウンロードしていただいてアカウントを作って、まあ、アカウントも当然無料で作れますんで、うん、そうですね、でそれで、まあ、ダウンロードしてアカウント作っていただきましたら、うん、検索でね、はい、そんなことないっしょってひらがなでそんなことないでしょで検索していただきますと、我々が普段、配信している、アカウントが見つかると思いますんで、いつも あの黄色いアートワークが見つかると思いますんで、はい、それをですねフォローしておいてください。はい、フォローお願いします。そしたら、19日の、ね、うん、日が変わっても0時5分ぐらいになったら、うんうん、もしかしたら18日の午後10時とか、うん、11時とかその辺からちょっとやるかもしれないんで、うん、それぐらいからちょっと アプリ立ち上げておいていただいて我々を探してください。で、ぜひね、24時間お付き合いいただければなと思います。はい、できれば結構豪華な、うん、ゲートなって言ってた、豪華なゲストが意味が全然違っちゃう豪華なゲストがねたくさん、うん、来ていただく予定なんで、そうですね、ぜひ聞いていただければなと思います。うん、細かい話を、ね、ちょっとこの後本編でお話ししたいと思いますので、はい、ね、ちょっと予習がてらに聞いていただければなと思います。今週はね、はい、いうことで、オープニングはオープニングで話したいことがあるんですよ。はい、あ、そうなんです ね、畑中さんもあるでしょ。やっぱり振るんですね。そうそうそう、畑中さんの話から聞かないとさ、だってさ、ほら。畑中さん今週何かお話ししたいことがあるでしょ。何をなんか別にお話ししたいわけじゃないですけど、何もう 話したくてしょうがないのって言ってなかった言ってなかったっけ。そこまでは言ってなかったね、うん、
あるって言われたら しぶしぶあるよ。何それ、何それ、なんかそのポッドキャストに向かうこの姿勢として良くないんじゃないかな、それって。なんかこの間ね、うん、あのお風呂に入ってたんですね、湯船あの張って、うん、で、あの使ってて、うん、でお風呂から出て、うん、こう髪の毛を洗って、うん、もう一回お風呂に入ろうと思ったんですよ。うん、うん、うん、あ、うん、頭を洗って、あ、もう一回ね、あ、湯船にね、湯船にもう一回入ろうと思ったんですよ。そしたらね、さっきまで座ってたところにね、うん、なんか落ちてるんですよ。何か落ちてる。そう、何か落ちてる、なんか親指の先ぐらいの、ね、あ、親指、あ、ちゃんと数えて、数えた大丈夫、親指みたいな、数えた大丈夫、親指っぽいんだけど、うん、親指じゃなかったのね。でね、あのちょっと私あの裸眼すごい視力悪いので、うん、なんか何か見えないんだけど、なんかこうなんか指っぽい感じの、数えた、左右5本ずつあった、大丈夫。でね、指じゃないから、うん、あと他にこれ何が落ちるんだろうなとかってこう考えてね。ちょっと待って、指はまず落ちないから。なんか今の話だと指は普通落ちるじゃんみたいな感じの話っぷりだけど、指じゃなかったらあと何が落ちる、指も落ちないから基本的には。そう、それでね、何だったの、うん、何かなと思って、もしかして出てはいけないものが出てしまったのかなとか考えると、ね、あ、もうね、もうしょうがない、それはもう年齢から来るものが気づかない。でもね、なんかこう それだったとしたらこう触りたくないなとか思うんですけど、うん、でもなんか入りたいし、それが何なのかも気になるから、うん、もう勇気を出してね、うん、そーってこうすくい上げてみたんですね。すくい上げたんだ、触ったんじゃない、すくい上げちゃったんだ、はい、そう、そしたらね、こないだ指怪我してて指先に巻いてたバンドエイドでした。ある意味指だ。肌、あのあれだしね、あの肌と同じ色してるしね、うん、大体ね、そう目立たないよね。っていう話でした。よかった、ね、いや、なんかね、まあ、指は冗談ですけど、うん、なんかその出てはいけないものが出てたらどうしようって本気で考えたのは本当です、うん、あの赤ちゃんじゃないんだから。はい、はい、ということで、オープニングいいの、その話で、そういう話わかんないだから、いや、僕がね、今週ちょっとどうしても、これ今週はだから19日のこの24時間ライブの話をたっぷりしたいのに、うん、それをとりあえず時間をちょっと削ってでも話したいことが今週あるから、うん、オープニングで話をさせて、うん、うん、ね、これすごいことに気づいたんだけどさ、何、食べ放題、うん、あるじゃん、あるね、焼肉の食べ放題とかさ、しゃぶしゃぶ食べ放題、いろいろあるじゃん、食べ放題ね、かなりの確率でさ、うん、カレーが置いてない？あ、そうなんですか？カレーがなんかあるよ、なんかさ、よくさ、うん、なんかファミレスみたいなところでさ、サラダバーみたいなのがあったりしてさ、うん、その横にカレーがあったりさ、うん、なんか焼肉の食べ放題とか行くと必ずカレーがあったりするでしょ、うん、焼肉でもあるんだ、なんか結構カレーはなんか、うん、おそらくカレーを食べさせることによって、うん、原価の高い他のものを、うん、できるだけ食べさせない使用作戦だと思うんだよ。おで、意外とさ、そういうところに置いてあるカレー美味しいんだ、意外と。あ、そうなんだ。でね、うんうん、気づいたの、うん、焼肉食べ放題、例えば焼肉食べ放題だとしようよ、うん、ね、で焼肉食べ放題頼みましたね、当然肉はまあ、うん、取っていいじゃん、うんうん、ね、バイキングは取っていいじゃん、うんうん、カレーは取っていいのかなと。いいんじゃない、これ正確には、うん、僕のこれは持論なんだけどね、オプション、うんうん、持論というか、なんていうのかな、僕、まあ、うん、まあ昔から偉い人がずっと語り継がれてきたこととして
あのそうなの？カレーは、うんうん、あの僕はドリンクバーに入るんじゃないかなと思ってて、あそっちか、ちょっと待って、何何どうしたどうした、あちょっと気管に入りそうになった。カレーはさ、うん、食べ放題じゃなくてこれドリンクバー頼んだ人じゃないと飲み放題か、取ってはカレーってほら飲み物じゃん、うん、ちょっと盲点だったわそれ。昔から僕ね、うん、今まで全く気にせずに、うん、ドリンクバーを頼まない時でも、うんうん、カレー取っちゃってたんだけど、あそれダメなんじゃないですか、アウトだったんじゃないかなと思ってさ、うん、ちょっと今からでも自首しようかなと思ってあの時申し訳ないですと、カレー食べてましたけどと、ドリンクバー頼んでなかったんで、ね、ちょっと今からでもお支払いよっていうね、うん、いい人代表の竹内さんとしてはちょっと自習しといた方がいいかもしれないですね、ちょっとね、そこ大事だよね、うんうん、これをどうしても話ししとくそうなんだ、うわー盲点だった、カレーはこれドリンクバーだよ、飲み物だしなとか思って、本当だ、どっちでもいいんじゃないですか、どっちでもよくない、どっちにも入る、いや違うと、カレーは飲み物って、だってウガンダトラさんが言ってたから間違いないんだ、これはそっか、うん、いうことで、はい、はい、大事なお話以上ですくだらねえ話を2つした気がするオープニングと、いうことでございまして、今週もですね、はい、たくさんリスナー様からお便りをいただきました、うん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、今週、お便りをいただきました、はい、今週お便りをいただきました、リスナーさんのお名前の方をですね、はい、畑中さんの方からご紹介していただきたいと、このように思う次第でございます、よろしくお願いします、はい、今週メールを送ってくださったのは、やわらかアルマジロさん、ジジイさん、ペトさん、テツッピドゥさん、ヨハベさん、名誉ホワイトさん、ソニカルさん、ワマさん、バンブーさん、以上の方々でした、ありがとうございました、ありがとうございます。はい、いうことでございまして、はい、ですね、うん、オープニングでもお話しさせていただきましたが、うん、カレーの話、カレーの話じゃない、はい、カレーの話でもないし指の話でもない、はい、ですね、はい、4月の19日、はい、トークの日、月曜日、はい、はい、これがですね、あの、うん、我々がここ最近ですね、このポッドキャストだけではなくて、はい、いろいろ活動させていただいている中で、はい、ラジオトークというアプリがありまして、はい、こちらの方で、うん、毎朝6時に、はい、12分間の、うん、配信をしてるんです、はい、12分の番組配信してます、配信してるんです、はい、でこれがね、我々頭悪いからさ、うん、あの毎日配信してる中でさ、うん、火曜日にも配信してるんだよね毎日配信ですからね、毎日配信だからね、だから、うん、火曜日の朝はこのポッドキャストと、うんね、このポッドキャストね、うん、ほらこれはまあ30分番組じゃん、まあまあね、30分だいたいね、だいたい30分だから、まあ、ちょっと伸びちゃ